ご視聴ありがとうございます。今回は野菜たっぷりオイスターソース炒めを作ります。今日の材料、もやし1/2袋、玉ねぎ1/2個、ピーマン2個、豚こま肉 100g。 まずは玉ねぎを半分に切って両端を切り落として皮を剥いていきます。皮を剥いたら薄切りに切っていきます。玉ねぎが切れたらピーマンを切っていきます。ピーマンは半分にして洗いながらヘタ、種を取っていきます。ヘタ、種が取れたら繊維に沿って千切りにしていきます。次に豚こま肉を一口サイズに切っていきます。大きくなければそのままでも OK。 タレを作っていきます。醤油大さじ1、料理酒大さじ1、みりん大さじ1、オイスターソース大さじ1、白ごま適量。よく混ぜます。フライパンを温めます。中火。サラダ油、油が温まったら豚肉を炒めていきます。ある程度色が変わってきたらピーマンと玉ねぎを入れます。ピーマンと玉ねぎがしんなりしてくるまで炒めていきます。ピーマンと玉ねぎがしんなりしてきたらもやしを入れていきます。塩コショウ適量。もやしもしんなりしてきたら先ほどのタレをかけていきます。全体的にタレを絡めて完成。火を止めます。お皿に移して出来上がり。栄養満点野菜たっぷりオイスターソース炒めの完成。とても美味しいので試してみてね。